ギガバイトマイナス1000系ギガバイトマイナス2000系ギガバイトマイナス2100系ギガバイトマイナス2110軽名古屋ガイドウェイバスの車両では名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバスしだみ線の車両について記述する当路線には以下の車両が配置され運用されているいずれの車両も路線バスタイプのバスに案内機上のガイドレールにより 専用軌道上を走行するために必要な機構を付加したもので、専用軌道上を走行するときは、前後輪の脇から小さな車輪上の案内装置が2本のガイドレールに接触して誘導されることにより、運転手はハンドル操作を必要としないで、アクセルとブレーキの操作で走行することができる。一般道路上を走行するときは、この案内装置は車体に格納される。 公共車両優先システムが搭載されており、路線の一般道路上を走行中は、バスから発信される電波で感知器が作動し、信号機に青信号を延長させたり、赤信号を短縮する時間をコントロールさせる機能によって、バスを優先的に走行させるシステムを有する。自動車としての形式は、g i g a b y 1 0型が三菱負荘。 エアロスターキロリットル MP35JM 改め、ギガバイト y t 1 1 0 0型が、三菱不装。エアロスターキロリットル MP35JM 改め、ギガバイト y t 2 0 0 0型が、日野。ブルーリボンシティキロリットル風にプミア改め、ギガバイト y t e 2 1 0 0型は、日野。ブルーリボンシティキロリットル風にプミア改め、ギガバイト y t e 2 1 1 0型は、日野。 ブルーリーボニシティハイブリッド風 8JL であるが、日本の放棄場無機場電車に準じた扱いとなり、鉄道車両としての車両形式が存在する。ただし、案内機場は、地下鉄などの第三機場とは異なり電気は流れておらず、ディーゼルエンジンを動力として走行するため、機動車である。全車両がアイドリングストップシステムを採用しており、 ギガバイト -2110 型が FF シフト式マニュアルトランスミッション。それ以外の形式はトルクコンバータ式オートマチックトランスミッションである。前社、名古屋ガイドウェイバス株式会社が所有し、車両の管理、運行は名古屋市交通局、名古屋鉄道、JR 東海バスに委託されていた。2009年10月1日の名鉄バス JR。 東海バスの運行撤退により、同日から、管理、運行委託先は、名古屋市交通局に一本化されている。試作者として三菱不走により、ザ・ガイド・ウェイ・バス1000と書かれた、エアロスターベースの車両が、日野自動車により、ザ・ガイド・ウェイ・バス2000と書かれた、ブルーリボンベースの車両が制作された。後にザ・ガイド・ウェイ・バス1000は、有雪剤散布車として運用されていた。 その後、営業用、第二世代車両の試作車として、日野自動車によりブルーリボンシティハイブリッドベースの車両が2012年に製造され、こちらも有雪剤散布車となり、ザ・ガイドウェイバス線を置き換えた。保線車両として、ガイド機構を備えない三菱不走キャンターが在籍している。名古屋ガイドウェイバスギガバイトマイナス線系。 1100K、起11動車に関するカテゴリ名古屋ガイドウェイバスギガバイトマ -2000K、2000 2100K 起動車に関するカテゴリ名古屋ガイドウェイバスギガバイトマイナス -2110K、起21動車に関するカテゴリありがとうございます。